実証主義は狭い意味では実証主義を初めて評判したコント自身の哲学を指し広い意味では経験的事実に基づいて理論や仮説、命題を検証し超越的なものの存在を否定しようとする立場である。英語のポジティブはもともと置かれたを意味するラテン語パザティベスに由来する。この原理から転じて実証主義におけるポジティブとは 経験的に裏付けられたものを意味する。実証主義は、進学的、刑事上学的なものに依拠せず、経験的事実にのみ、認識の根拠を認める、学問上の立場であり、19世紀のフランスの思想家、社会学者のオーギュスト・コントによって、人類の発展における進学的段階と、形事上学的段階の最後に来る、実証主義的段階として唱えられた。哲学の分野では、 理想主義、構成主義、方法主義などと対立した意味で使われることが多い。20世紀初頭に哲学も自然科学同様の実証性を備えるべきであるとする主張がウィーン学団によってなされ、彼らは自らの主張を論理実証主義と称した。論理実証主義者たちは分析的な命題は論理によって、総合的な命題は経験によって検証されると考え、 どちらによっても検証できないいろんな概念を好き放題用いてきた刑事条学を批判し、刑事条学の命題は検証不可能であるがゆえにナンセンスであると断じた。それに従えば、例えば、無我無化するなどというのは分析的に審議がはっきりしないし、経験的にも審議を判断できず全くのナンセンスである。また、彼らは同じ考えによって、まっとうな科学と、 疑似科学との線引きをしようともした。論理実証主義の意味で用いられ、還元主義と共によく用いられる。サブラによれば、論理実証主義を打ち立てた最初期の科学者は10世紀のアラビアの科学者、イブン・アルハイサムである。彼は実験や経験値から法則性を見出し、工学を飛躍的に発展させた。特に現代の文脈で使われる、 実証主義は自然科学その他で取り上げられる科学探求に対する態度の一つとしてのそれである。この場合、実証主義は一般法則は観察と論理によってのみ正当化されると主張する。そこからは当然ながら独断や掲示は排除される。実証は観察と論理によるから主に機能法が取られる。ところが、ここで根本的な問題が生じる。 機能法の使用に基づく実証そのものの正当性は、いかにして正当化されるのか、ということである。すべての正当化が、機能法によってのみ行われうるという法則もまた、一つの一般法則であろう。すると、この一般法則 L もまた実証によってのみ、正当化されねばならない。ここで、実証は、機能法に基づくから、一般法則 L もまた機能法で証明される。 必要がある。ところが、機能法の広い正当性をより狭い機能法で、証明することは、基本的に論理的でなく、機能法は基礎において、厳密な論理的根拠がない。この事情から、機能によってのみ実証するという意味での実証主義は、科学分野の基礎としては、弱点が見られる。機能法そのものは、自然の精一性すなわち、他の要因がない限り、事象は、 今まで通り動いていくに基づいている。これもまた実証されるべき一般法則であるが当然ながらこれを実証することは不可能である。歴史学では19世紀の歴史家ヘンリー・バックル、イポリット・テーヌ、フィステルド・クーランジュ、ヤーコップブルク・ハルトによって確立された。歴史学における実証主義者は厳密な資料批判を行い、科学的な規律を確定し、 事実のみに基づいた歴史記述を行うものである。彼らは歴史を特定の立場に都合よく利用する。思想を廃止、科学的、客観的に歴史を把握しようという立場から主張する。法学の分野においては、道徳や自然法などの他の価値基準によらないで、実定法のみに法体系の根拠を求める立場を法実証主義と呼ぶ。ソブラ、AI、 The Astronomical Origin of Ibn al-Haytom, S Concept of Experiment, Pianissimo, 133から136 in Oct, 樹脂コングラスインターナショナル D, イストワールディスサイエンシズ Vol.3? パリアルベルト・ブランチャード 1971, Reprinted in AI, ソ、so、ブラ Optics, Astronomy and Logic, Studies in Arabic Science and Philosophy. コレクテッド・スタディーズ・シリーズ444オルダーショットベリアルム1994 ISBN 0860784355ありがとうございます。